ラブオンライド、通勤彼氏、大場隼人編。俺は自分の好きなことでお前を笑顔にすることが人生で一番の幸せなんだ。お前といる時間はどんなことでも大切な思い出になる。だからこれからもずっと大切な時間を一緒に過ごしてえと思ってる。いい加減機嫌直してくれって。生徒の前で前の自慢話をしちゃったことは悪かったよ。でもさ、デートの内容とか細かいことは言ってねえから。当たり前でしょって、そんな言い方ねえだろ。中学の男子ってのは多感な時期なんだよ。あいつらは尊敬するこの大場先生がどういう彼女とどんなデートをしてるのかって気になって仕方ないんだよ。大人の色恋話に興味津々なわけ。そりゃ学校の先生が生徒に自分の恋愛話をすることが良くないことなくらい分かってる。だから俺なりにギリギリの範囲を狙って話してるんだよ。俺もようやく学校に慣れてきたところだから、真面目に頑張っている姿を見せて、校長や教頭にもタイミングが来たらお前とのこと報告して、ゆくゆくは一緒にみたいな。はい、あんまり大声出すなんて。ったく、こんなんだったら生徒の前でお前の話をしたこと言わなきゃよかったな。約束って言ったってさ、ちゃんと今日会ったことは話したんだし、俺も悪気があったわけじゃないんだよ。だから怒るのはなしで。だから分かってるって。生徒の前でお前の話をするのもなし。お前なりに考えてんだよな。学校の先生は私生活を見せるもんじゃなくて、目の前の生徒たちだけのヒーローであるべきだって。でもさ、練習でぶつかって怪我しちゃった生徒なんだけど、あざできたぐらいで弱音ばっかり言うもんだから、そんなもん彼女の一人でも作って治療してもらえってついつい言っちゃったんだよ。どうだ、そこまでは間違ってないだろ。な、その先が間違っちゃったのかもな。その時に俺の彼女はすぐに治療してくれるって。だってほら、お前って面倒見がいいっていうか、体調崩したり怪我したりしてもさ、すぐに看病してくれるだろ。正直俺にしたらそれが日常だからさ、アドバイスのつもりで生徒に話したわけなんだよ。まあ先生の交際事情を知らせるってのはあんまり良くねえのもわかるし、今度から気をつけるよ。次のデート？野球部の大会が迫ってきてるからな。今はあいつらのために時間使ってやりてって思ってるんだ。悪いな。確かに最近電車でしか会えてないよな。でもこういう電車の中でしか会えないこの時間も貴重な時間だろ。まあどっかに出かけたり、うまいもん食ったり、そういう普通のことはできてんねえけど、帰り道に仕事のこととかお互いのこといろいろ話す時間ってのも大事じゃねえか。そうだな、悪い。最近俺たちすれ違っちゃってばっかりだな。じゃあ着いたから先に降りるな。また明日。くそ、俺だってお前とずっと一緒にいたいに決まってんだろ。